ハリケーン・リタは2005年9月下旬にアメリカ合衆国南東部を襲った大型のハリケーンである。時間はすべてアメリカ合衆国、カナダ中部標準時夏時間である。また、風速は10分間平均ではなく1分間平均であることに注意すること。進ロズハリケーン・リタは2005年大西洋ハリケーンシーズンの17番目に名付けられた暴風雨。 9番目のハリケーン、5番目の大型ハリケーンであり、2番目のカテゴリー5ハリケーンである。この暴風雨はすでにフロリダ州及びキューバに影響を与え、その後テキサス州及びルイジアナ州を脅かそうとしている。この系統は2005年9月21日の午後にカテゴリー5強度に成長し、テキサス州ガルベストン西部へ9月24日中に上陸するだろうと予想された。 避難勧告は、テキサス周辺岸部に出され、暴風雨はニューオーリンズも被害が出ると予測された。この暴風雨は、古い前線の橋で形成され、タークス諸島、カイコス諸島の東で、今年度18番目の熱帯低気圧となった。9月18日に、今年度17番目のトロピカルストームになった。リタはハリケーンになるのに時間がかかった。9月20日未明には、 風速毎時75マイルとなっていたにもかかわらず、目がはっきりしなかったため、国立ハリケーンセンターはリタをトロピカルストームのままとした。午前8時45分には風速が明らかにハリケーンのものとなっていた。4時間後にリタはカテゴリー2の勢力に達し、最大風速毎時100マイルとなっていた。メキシコ湾を精神しながら21日午前2時までに、 カテゴリー3、8時までにカテゴリー4となり、午後3時55分までにカテゴリー5となった。この時、最大風速は毎時165マイルであった。その後、振動西北西に変え、10時には風速毎時175マイルと最低気圧897ヘクトパスカルを記録したが、次第に勢力を落とし、翌22日午後1時までにカテゴリー4となった。 23日午前10時ごろ、カテゴリー3となった。24日午前2時30分過ぎに、テキサスルイジアナ宗教カテゴリー3の勢力で上陸した後急速に勢力を落とし、午前7時にはカテゴリー2、10時にはカテゴリー1と観測された。午後4時にはトロピカルストームとなり、10時には熱帯低気圧となった。24日午前2時42分、 レークチャールズの米国海洋大気圏局レーダーが捉えた上陸時の画像を。レーダー等はこの撮影の後で暴風雨のため壊された。以下はそれらの状態及び暴風雨向けの計画に影響を受けた地域内の空港一覧である。リタは一年内でアメリカ合衆国を襲ったカテゴリー4、5暴風雨の記録を作った2つのカテゴリー4。 暴風雨は1915年に経験をしていた。国際名リタはこの年限りで引退となった。代わりにリナという国際名に変更となった。ありがとうございます。